ドロシー・ダンドリッジはアメリカ合衆国の女優、歌手、アフリカ系アメリカ人、オハイオ州クリーブランド出身、教会などで歌っていたが、1930年代後半からエキストラとして映画に出始めた。1937年には姉妹と共にダンドリッジシスターズとしてマルクス兄弟の作品に出演した。1954年のカルメンで、 黒人女性として初めてアカデミー主演女優賞にノミネートされたものの、当時はまだ黒人隔離政策が敷かれており、大した仕事はなく、次回作はイタリアまで行かねばならなかった。その後も何本か映画に出演したが十分ではなく、クラブシンガーとして働いたりもしたが、うつ病や結婚生活の失敗、経済的な問題に悩まされるようになった。 1965年に、ウェストハリウッドのアパートで亡くなっているのが発見された。抗うつ薬の飲みすぎが原因と思われる。死後、彼女の銀行口座には2ドル少ししかなかったという。1999年に、ダンドリッジと同じクリーブランド出身の黒人女優、ハリー・ベリーが、電気映画、アカデミー栄光と悲劇で彼女を演じた。ベリーは2001年に、 アカデミー賞を受賞したとき、スピーチの中でドロシーをはじめとする黒人女優たちを称えた。ありがとうございます。